好きな言葉は肉。どうも、なにわの夢の子です。いつもありがとうございます。今日はですね、いつもの店寝台解禁日ということでして、ガチ実践企画というわけではなく、まあ、番外編寝台実践ということで、頑張りたいと思います。もちろん機種はこちらモンスターハンターですね。なぜこれを選んだかって言いますと、昔よくやってたんですこのゲーム、まあ、それだけの理由ですけど、そんな感じでちょっと勉強もしてないんであんま分かんないんですけど、とにかくまあモンスターに勝てばいいというシンプルなゲーム性だと思いますんで、勝利目指して頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回は寝台実践頑張りますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ではどうぞ。
へんのかい。実践終了ということでお疲れ様でした。いや一時はどうなるかと思いましたけれども、まさかのまくり差しということでなかなかの連チャンと出玉でしたね。一撃1000枚クラスは
全然いつでも狙えるんじゃないかなっていう感想でした。そしてあのゲームさながらの本当にこうモンスターを倒してるようなね、そういう錯覚に陥るぐらいボタンを押しながら敵を倒すっていう、あれはやっぱ面白いですね。あれ3000枚4000枚いったらもうほんま面白いと思います。もう止まれへんしね。ただお隣さんがもう明らかにね、初当たりがもうめちゃくちゃ軽くて、自分のは初当たり3回しか引いてないしね、2000回ぐらい回してか、まあ、だからまあどう考えても自分のはね、設定はなちょっと期待できへんかなと思う判断でやめました。まあこっからね出るかもしれないですけども、おそらく自分の隣の人の方がもう明らかに違うんで、まあ、ここがやめ時かなということで、まあ、なんとかプラス1枚。というわけで寝台実践でした。ありがとうございました。またコメントよろしくね。おはようございます。お元気ですか？今日はモンハン行ってきますね。